岸田首相が任期中の憲法改正は絶望的のようです。時事通信の報道によると、岸田文雄首相が目指す9月の自民党総裁任期満了までの憲法改正は絶望的な状況だ。衆院憲法審査会は11日にようやく実質審議入りする見通しだが、今国会の審議日程は窮屈、総裁任期切れが迫る中、国会発議に向けた与野党の歩みよりは難しそうだ、ということです。昨年の憲法審査会で既でに国民民主党の玉木代表に間に合わないと指摘され、 やるやる詐欺だとまで言われていましたその時の動画です国民民主党の玉木雄一郎です自民党の取り組みが遅すぎるのではないでしょうか昨年の臨時国会では実質的な討議を5回行いましたが今臨時国会での実質的審議は今日除けば11月30日と12月7日の2回のみです記者総理は来年の9月のご自身の総裁任期中での憲法改正の意欲を示されましたけれども それであれば、来年の通常国会末には発議しないと間に合いません、逆算すると、今臨時国会で具体的な改正案についての提案を得ないと、公約を果たすことはできません、その作業があと2回でできるのか、少し強い言葉で申し上げますと、失礼がた申し上げません、自民党の憲法改正は、保守層をつなぎ止めるためのやるやる詐欺になっているんではないでしょうか。 自民党の憲法改正に対する熱意と本気度が感じられません自民党はあまり会見に積極的ではないようですその2週間後の憲法審査会の動画です国民民主党の玉木雄一郎ですあの私からもまず中谷、えー、筆頭幹事に確認をしたいんですが先の国会で総理が任期中というのは来年9月の任期中ここにまあ憲法改正をするという、まあ、意思を明確に表明をされましたあの総理の発言の後ですね 岸田総理と中谷筆頭幹事は、直接お話をされて、その真意を確認をされたのか、そのスケジュール感などのすり合わせを、ですねあの後されたのかどうかということをまず確認をしたいと思いますので、お答えいただければと思います総理とは随時、連絡をしたりすることは可能でございますが、実際にどういうやり取りとか、ですねいつかということにつきましては、差し控えさせていただきたいと思います。いやあの 事実関係として、あのあとですね、総理が明確に任期っていうのは、来年9月の任期だとお答えになった後ですねあ、それではちょっと急いでやらなきゃいけないかなと思って、何らかのご相談、スケジュールの調整をされたのかどうかっていう。まああの 細かいやり取りはいいんですが、話をされたかどうかの事実関係だけ教えていただけますかあの常に,にあの適時、適切に総理とあの連絡、連携は取っておりますが、あの本件につきましてはあの、その内容等につきましては、差しえを答ええは差し控えさせていただきますいや内容ではなくて、したかしないかだけお答えいただければ。<laughs> 個人的なあの発言等につきましてはあの、言及を差し控えさせていただきます。 はい、あのしていないというふうに受け取りました、やはりその自民党の総裁である岸田総理がおっしゃったことを受けて、やっぱりやっていくことが必要だと思うので、やっぱりコミュニケーションを取ってやっていくことが大事だと思いますし、総理の発言の解釈をですね、まあ、勝手に解釈してやっていくというのは、いかがなものかなという感じがいたします。で要はでですね、まあ、自民党ののの熱意とと本気度ががななななかなか感じられないという正正直直ころあありまして、まあ正直あの 絶望的な労感を感じています憲法改正の条文案を作るですね作業部会の設置についてお願いしたいと思いますので、えー、ぜひお取り扱いをいただきたいというふうに思います、はい、会長いかがでしょうか、はいあのうん、幹事会等において協議をいたします <laughs> はい、よろしくお願いします、はい、会長、はい、中谷君 先ほどあの話してないんじゃないかと断定されましたけど、その件につきましては、あの、思い込まないようにお願いいたします。はい、あの、しっかり、あの話をしながらやってます。<laughs> 本当に憲法改正をやる気があるのでしょうか ?5 ヶ月近く前の段階で、すでに間に合わないと言われています。やっぱりその通りになったということでしょうか野党に反対をする勢力がいるので簡単ではないでしょうが、自民党の公式サイトにある、 立党宣言の中に、現行憲法の自主的改正という表現があります。自民党が決闘されてから69年となりますが、一度も会見されたことはありません。それなのに岸田首相は、会見を総裁任期中に実現するかのような発言をしたのです。これは、やっぱり保守層をつなぎ止めるための言葉でしかないと、言われても仕方がないと思います。皆さんの意見をコメント欄で教えてください。